お、悪くないですよ。ピンズ後継です。磯から自敗隊。あの時はオーラスの一本バースの最終局の時では猿川プロと同点だったという、稀に見る接戦でした。そして、まあ、ババプロもあと1枚引ければ優勝というところまでいった。もういつも大体そんなもんです。寂しい、寂しい。何を引きました。前田、前田はなんちゃですね。そうですね、ただなんかスタイル的に一泣きはしないようなイメージがあるんだけど、ね、そうですね。その決め、お、どうする。とりあえず言いそう、うん、中泊重なったら本一まで見るかな、うん、そしてここね、ドラドラなんですよね。なんとかしたいですよね。単葉ですよね。じゃあこれ仕掛け前提だね、うん、仕掛けますよね、はい、大抵の牌は仕掛けそうなイメージですけどね、うん、あ、こうなるともう普通のね、うん、手作りなり、まあピンフイッツドライチとか理想ですよ ね、 十分ですよね、はい、一層がドイツになりました、うん、重たいな藤田さんも、うんうん、お、ドイツだ。このパーピン重なるは結構嬉しいですね、うん、だいぶ仕掛けやすい、仕掛けやすいですね。あ、このパーピンが、このパーピンが余る可能性ありますよ ね、 出てきますね。あ、もう出る、今切る、あ、仕掛けました、ね、近藤です。仕掛けてリャンワンかパンワン、うん、ポン材残して、そうですね、はい、やっぱりカンチャンを残すよりはポン材残したいですよね、うん、あのたとえ他にねポン材がたくさんあったとしても、はい、さあ、そう、じゃあもう少しずつは進んできていますが、うん、あとはどう引けるか、想像にね行くかな前田さんね。お、さらに仕掛けましたパワンか、パワンですよね、うん、パワーを切って、うん、これでイシャンテン、パーソンが重なります、うん、これはねちょっともうメンツがね、ドラを使い切ることを考えるとメンツオーバーしてるんですよね、すでに、うん、箱を切っていった、うん、このリャンソーでもう一回考えます。おお、ドラさんだった。これは嬉しいね。ちょっとシャンポンになったらね、あ、まあシャンポン感じはちょっと苦しいかなと思って見てたんだけど、はい、これスチピンは、あれ前田危ないんじゃない、危ないですね、もう今にも切りそうですね、うん、これくっつかない限りこのスーピン、はい、あ、くっついた、くっついたけどスチピンだ、これで出ます。あ、ね、もうメンツも余ってるし、そうかそうか、サックスーピンくっついてもスチピンが出るんだ、うん、そう、だからもう絶対絶命の状態だったんですね。いやいやいや、まず近藤和夫が単葉ドラさん、うん、8000は8300を上がりました。いや、これリーチボー込みで大きい値段になりましたね、これは嬉しいですね。